皆さんこんにちは。今日は使徒信条についてです。使徒信条は2世紀頃の古ローマ信条に基づいています。いろいろな教えが入ってきたため、神様に対する信仰告白として最も古くから使徒信条を告白しています。もちろん私たちの主の十字架クリスチャンセンターも聖書66巻を誤りない神の言葉と信じ、使徒信条のすべてを信じています。ちなみに信条という言葉はラテン語のクレド、私は信じるに由来し、信仰告白を意味します。それでは使徒信条です。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちによりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死せる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。